皆さんこんにちは、バスケ大好きカメレオンのマイケです。早速ですが、なんと新キャラを紹介します。僕のバスケのライバル、ジョー君です。ジョー君こんにちは。こんにちは。じゃあジョー君自己紹介をお願いします。はい、どうもジョーです。僕のバスケットの必殺技はどこからでも打てるスリーポイント。入るかどうかは分かりませんが、どこからでもスリーポイントを打つことができます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はついに先日決まりました B1 チャンピオンシップの対戦カードについてマイケルと話していければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイケル、まず注目してるカードはどこかありますか？マイケルはまずは琉球ゴールデンキングス対秋田ノーザンハピネッツのカードと、はい、アルバルク東京と島根スサノオマジックのカードをちょっと見どころ皆さんに教えたいと思います。まず琉球ゴールデンキングスと秋田ノーザンハピネッツですけど、琉球ゴールデンキングスは2021-22 シーズンの最多勝率を誇るチャンピオンシップ出場を決めました、はい、やっぱり沖縄アリーナができて初めて 100% お客さんを入れることができた中で、8000人もお客さんを入れてですね、はい、試合をやって見事東地区の1位の千葉ジェッツを、リーグ戦勝ったということで、ものすごい数のお客様がファンがですね、はい、秋田ノーザンハピネッツを迎え入れて、ファンと一緒に琉球ゴールデンキングスは、勝ちを目指すということで、秋田としてはドアウェイですから、はい、初めてのチャンピオンシップの雰囲気に飲まれないように、頑張ってほしいなと思います、はい、次にアルバルク東京と島根スサノオマジックも少し語っていきたいと思いますけど、はい、アルバルク東京はですね、ちょっとシーズン終盤はアレックス・カーク選手とですね、ライアン・ロシャー選手、この2人が怪我で出場しばらくしていないので、そうですね、チャンピオンシップに間に合うかどうかっていうのもすごく大きな要素だなと思います。それでも最後の試合ブレックスに勝ち切ってますから、そうですね、島根も非常にいいチームですけど、この2人が復帰してくるとだいぶアルバルクも島根との試合はもう全くわからないなと思いますし、まあ、島根はですね、僕も群馬クレインサンダーズと島根スサノオマジックの試合を群馬で見させていただきましたけど、はい、いや島根はすごく攻撃力があって、はいはい、面白いバスケットしますし、まあ、安藤選手、金丸選手、こういった日本人選手の活躍と、外国籍選手の活躍、非常にアグレッシブで面白いバスケしますから、はい、まあどっちのペースに持ち込めるかがこのカードの見どころかなと思いますので、本当にわからない試合ですね。ジョー君は次、じゃあ川崎ブレイブサンダースと名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、宇都宮ブレックスと千葉ジェッツの試合、ちょっと見どころを教えてもらえるかな。はい、何言っても先日の天皇杯優勝しました川崎ブレイブサンダース、 B1 の最終節でもですね7連勝を迎えての CS でございます。先日の試合で藤井選手がキャリアハイの29得点を取るなど波に乗ってるチームであるかなというところでございます。何よりも乗せてしまうと怖い選手が今乗っている状態なので、そこを名古屋がいかにどう止めていくかっていうのがキーになるかなというふうに思っております。リーグ戦も最後の最後までね、優勝が本当にジェッツが優勝するのか、はい、ブレイブサンダースが優勝するのか、もう最後の最後まで分からなかったんで、どっちが優勝してもおかしくないぐらい、まあ、川崎もすごく充実した今状況ですから、はい、名古屋はちょっと今外国籍選手怪我してますからね。そうですね、この勢いをうまくどう止めるかが、斉藤選手と含めて注目選手名古屋にもいっぱいいますが、どう止めるかが注目の鍵かと思います。続いて、宇都宮ブレックス対千葉ジェッツの試合を話していきたいと思います。こちらはもう今まで幾度なく熱い戦いをしてきた 2カードとなるかと思います。最近千葉ジェッツがですね、シーズン終盤の方で少し調子を下げてしまって、最後渋谷戦はなんとか2連勝で飾ることができましたが、その前の宇都宮戦でも1勝1敗と、もう本当にこちらのカードもどっちが勝ってもおかしくないとカードとなっております。私が注目しているのはやはり富樫選手ですね。先日の最後千葉ジェッツ東地区優勝を決める際の決勝点となったスリーポイントに関しましても、やはり勝負強さというのが富樫選手が目立っておりますので、大事な勝負のところでいかに富樫選手を抑えられるかが宇都宮ブレックスの、まあ、鍵になるかなというふうに感じております。いやでも千葉ジェッツのファンとブレックスもすごく熱いファンなんで、そうですね、で今回は千葉ジェッツのホームなんで、はい、まあ、もう真っ赤っかの会場の中にでもブレックスのファンもものすごく熱い、どこの会場でも行くお客さんファンが多いですから、そうですね、真っ黄色のエリアがあって、はい、ファン同士の応援合戦、まあ、声は出せないですけど、はい、応援合戦も注目ですし、はい、先日ねリーグ終盤にこの2カード、今度はブレックスのホームで試合してますけど、ここは1勝1敗だったんで、はい、そうですね、
まあ、ここもやっぱり富樫選手の勝負強さも目立ちましたし、はい、ただやっぱブレックスはディフェンスも良くて、そうですね、よく走るチームですから、ここは非常に面白い試合になると思いますね。はい、なんと千葉ジェッツはホームでは今15連勝中ということで、16連勝17連勝といくのかと、そこも少し期待をしていきたいと思います。クォーターファイナルは1勝1敗になれば3試合目も開催されますから、はい、2勝0敗だったらもうその3試合の目がなくてですね、はい、もうそのままセミファイナルに進出するわけですけど、どこも1勝1敗になって3試合目に行く気がしますね。そうですね、はい、B1 のチャンピオンシップ本当に楽しみですね。今週末から開催ですから、皆さんバスケットライブと、あとは地方での開催の場合は場合によってはローカルの放送もございますので、はい、ぜひ皆さんテレビバスケットライブでご覧ください。はい、ご覧ください。 B2 のプレーオフはですね、先週から、はい、クォーターファイナル始まっていまして、はい、昨日で、全試合終了ということで、準決勝に進出する、セミファイナルに進出するクラブチームが決定しました。はい、ファイティングイーグルス名古屋と熊本ボルターズ、はい、そして仙台エイティナイナーズと香川ファイブアローズ、このカードがセミファイナルで行われます。今週末ここで勝てば、勝ち上がれば決勝に行けばですね、見事 B1 昇格も決定するということなので、はい、ここも注目ですね。そうですね、見逃せない戦いとなってますね。どこが上がって B1 に昇格するか、はい、非常に重要なセミファイナルになっていますので、応援してるファンの皆様、ブースターの皆様、ぜひこの試合も注目ください。ここで YouTube のクリップ機能を説明させてください。 YouTube にはクリップ機能というものがございます。画面の下にあるハサミのマークをタップすると動画を切り取ることができます。ぜひ B リーグ公式チャンネルの動画を切り取って自分自身の Twitter に上げてみてね。それでは今週末の B リーグをみんなで一緒に応援していきましょう。今回はマイケルとジョーがお送りしました。バイバーイ。バイバーイ。